とってのドリームキャストプレイ動画第258弾セガテトリスの方に挑戦していきたいと思います。では本編の方どうぞ。はい、どうもとってです。ということで今回はセガテトリスの方をやっていきたいと思います。テトリスゲームというのは本当に久々ですね。というわけでこのひたすらひたすらモード、対戦モード、ネット対戦、ケーブル対戦、UFO キャッチャー、オプション、ホームページありますね。まあセガテトリスのホームページ、まあ現在も行けませんけど、まあ、今回は私一人ということでひたすらモードやっていきたいと思います。まあ初見なのであれですが、キャラクターを選べるのかな。まあとりあえずこのこいつでカラーも、あ、 UFO キャッチャーとかでカラーとかも増えていくのかな。まあ、本当に今回はね本当の初見。おお、ああなるほど、テトリスは、あ、おぉ、どうかな。温泉とか行ったら、たまにあるの、昔やりましたね。そんぐらいですかね。まずい。これはまずいよ。え？どうしましょうかね。まずい。やばい。本気でまずいよ、これ。本気でまずい。本気でまずいが、どうしたものか。こんなにテトリスで困らなければならないんだろうかというぐらいに、ちょっと今困ってますね。あ、え、はあ、ちょっとあれですね、ちょっとこっちの話なんですけど、今プレイしている画面がちょっとあれなんですよね。画面的に角度が悪くて。OK、 なんとか潜ったけどまずい。いや、本気で終わるかもしれない。何も喋れねえ。あ、やっと来た。やっと来ましたよ。これはしたかったんですよ。お、早い。こんなんで早いとか言っとる場合じゃないんでしょうけど、早いぞ。あ、まずい。下手なことになっとる。
この程度のスピードで多分閉じていては叱られるんでしょうけど、まずいね、これはまずいよ。何も喋れねえ、何も喋らないし、何もいけねえ。ああ、ちゃ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 、やばい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 、ド下手っていうのが、まあ、バレてますけど、いやマジでちょっと少しずつ消していった方がいいかったな。おー、なんとかこのスピードでないと私やってれないっす。やばい、なんとか消していかないと。消してはいくけどとてもなんていうか下にたどり着ける気配が早いよ。いや死んだ。あ、下手、レベル5。ちょっとテトリスちょっと悔しいんで、ちょっと一回 UFO キャッチャーした後にもう一度やってみたいと思いますね。ちょっと UFO キャッチャーも気になるんですよ。ちょっと UFO キャッチャーが気になるんで、まあちょっとね、こうあえてこの下手だったということを言うことにしてもらって いかがでしょうか。はあ、お金が足りない、今の1ゲームじゃお金が足りないんで UFO キャッチャーさ遊べないと。じゃあひたすらやっていきましょうかね。次なんか増えたかな、まあよくわかりませんが、こいつでやってみましょう。ちょっと今度はね、お最初からもう安全に行きましょう。あ、ちょっと待ってください、今のは私の視線がずれた、なんかあれなんですよね、おかしいんですよ。縦の列が1個ずれるんですよね、私の目線で行くとですけど。まあちょっとここら辺は安牌で、このあえて一旦左にやってからずらすことによって私の目線を変える。あ、なんかこのまっすぐそこに下ろしたいなと思っているんですけど、一個ずれるんですよね。私のあれが悪いんでしょうけど、まずい、これはまずいよ、これはまずいね、これはまずいよ、これは早くもまずい。ちょっと消していってなんとか立て直したい、立て直したいが治るかな。は早いよ。チェイ。ほんでどうや。オッケーかな。オッケーではない。OK ではないが、なんとか潰していければ。なんとか。OK 潰していく、これいいやろ。オッケーじゃない。オッケー。オッケー。ああ、
とここで。なんとかレベル5。さっきのさっきあたりをなんとか超えたいっすよね。はっ、綺麗にいってますよ。ずれたんですよ。いける。トリプル。オッケー。なんとか。なんとか。オッケー。もう。バカなですよ。バカや。本当や。オッケー。まずいよ。なんとか崩しとる間に次を思い浮かべて。まずい。まず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 よ。まずい。非常にまずい。なんとか。オッケー。スプリット。いった。オッケー。行ったけど、そこじゃないんだよ。私がまとめているの。まずい。このスピードに私が耐えられない。テトリスは難しいな。ぷよぷよな、もうちょっといけるんやけどな。このスピードにちょっと耐えられないですね。はい、ということで、セガテトリスの方もちょっとお見せしましたけれども、まあ、テトリスなんでね、安定の遊びができるんじゃないでしょうか。いやー、でも昔に比べれば思考回路がだいぶ低下したような気もしますね。まあ今やってもね、全然テトリスということで楽しめると思います。というわけで、まあ拙いですがこのようなゲームということで、テトリスだったら最初のね初期ローチンに回せたと思うんですけどね。このだいぶドリームキャストもソフトも販売されて中盤の方に出たセガテトリスをやってきました。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございます。では次回の作品でお会いしましょう。失礼します。